京都地方裁判所は、京都府京都市にある日本の地方裁判所の一つで、京都府を管轄している。略称は、京都地裁。京都府を管轄下に置く、京都地方裁判所には、京都市中京区に置かれている本庁のほか、園部、宮津市、舞鶴市、福知山市の4市に、地方裁判所と、家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の5箇所に加え、京都市伏見区、 右京区、向こう市、木津、宇治市、亀岡市、京丹後市の7カ所を加えた12カ所に簡易裁判所を設置している。また、京都第一京都第二宮津、舞鶴の4つの検察審査会も設置されている。本庁は、裁判部門として、民事省定事務室と第一から第7民事部までで、なる民事部と刑事省定事務室、 令状係と第一から第三刑事部まででなる刑事部、司法行政部門として総務課、人事課、経理課、水頭課からなる事務局で構成される。1872年に京都府庁に設置された府県裁判所が前身で、1876年に地方裁判所の体系に改められた。1973年には仮庁舎として、 京都御社の県霊門の前にあった、有り川の宮宮宮廷が使用されることとなり、1 8 8 2に現在地へ移転した。仮庁舎は1891年に移築され、所長の宿舎として2007年まで使用された。本庁、その別支部、宮津、支部、舞鶴、支部、福地山、支部、ただし、行政事件、その別支部管内の執行事件と合議事件と、少年事件は、 本庁で宮津、福知山の各支部の合議事件と少年事件は舞鶴支部でそれぞれ取り扱う。ありがとうございます。